こんにちは。今回も体のエダステーキング情報の方をお送りいただきましてありがとうございますえ。そしてこの動画はね、一般公開動画でいつもお届けしますので、多くの体のエダファン、そして、えー、暗号通貨ファンの方にも同じくしてね、メッセージをお送りしようかなと思ってますね。まあ、ここを1ヶ月、2ヶ月、どうですかね。ビットコインをはじめとしたイーサリアム、体のリップル、そんなに大きな動きはないんじゃないかなと思います。例えば20%アップ、20%ダウンとかね。 えー、50アップ50ダウンみたいなまあ、けどこういう風な暗号通貨アルトコインの状況の中でもやっぱ2倍とか3倍になってるコインっていうのはねこの夏あるわけなんですよね。じゃあですねじゃあそういったコインをどうやって見分けていくのかそれからそういったコインをどのぐらい買っておけばよいのか、うん、まあいろんな考え方はあると思いますがまず1つ目にね余剰資金がない方はやらないっていうのが大前提です。皮肉なもので お金が余ってないから、余剰資金がないから、なんとかお金の余裕が欲しくって暗号通貨に通を出すって人がいますけども、これ完全な負けパターンなんですよ、ね。やっぱり生活費をかけてパチンコとかね、競馬とかに行かないと思いますし、生活費を削って大好きなアイドルの DVD も買わないと思うんですよ。だからまずは生活を見直して、その中から本当に必要なものと必要じゃないものを見分けていって、で余剰資金を 今の収入と資質を調整しながら作っていくっていうこれも投資のセンスだと思うんですよね。で、それができないのに、新たなる資金が必要だ。でもその資金を作ることなく、今の形の収入の中で、食べるのを我慢してこっちに行くとかね。本当に必要なものを後回してこっち行くとか。え、例えば、歯が痛いなと思っても、歯医者に行ったらお金がかかるから、それを我慢して暗号通貨を買っちゃうっていうのね。本末転倒が起きてくるんですよ。まずはやっぱり、 あの暮らしをしっかりと整えることじゃないかなと私は思うんですよ。まずはこの暮らしの投資ですよね。今の暮らしが未来へ続いてますから、1年後、3年後、5年後に、えー、重大な後遺症を残す可能性があります。例えば健康に気を使うために健康診断にちゃんと行くとかね、えー、それから早寝早起き、食事の制限をしたりとか、たまには美味しいものをね、やっぱ無機量に食べてみるとかね、えー、そういった欲望を解放しながら、 ある時は自分のメンテナンスもしていくっていうことをこう繰り返していってで自分の暮らしや自分の収入と質の関係をコントロールできるようになった人が投資の世界に行けばいいいんんじゃないかなかと思うんですよ。まあ、あの今ねお仕事で収入を上げるのが非常に大変な時代だっていうふうに思われてますし実際そうでしょう。でもそれはなぜかっていうともう一歩突っ込んで考えてみたら自分の仕事を自分で効率的にしたり。 自分で会社の商品をもっともっと売るために工夫したり集客をしたり紹介をしていったりとか、うん、そういったことができてないからじゃないかなと思うんですよ。うん、例えばねどんな人でもあの自分の会社の商品とか自分のお務めになってる魅力的な人を誰かに紹介することとかインターネット上でね何かこうアナウンスすることって可能だと思うんですよ。でそうやって今ののの暮らしの中で自分の ライフスタイルの突破口を自ら作っていく人には新しいチャンスが舞い込んできて結果それが実を結んだ時にじゃあ給料を上げましょう臨時ボーナスですっていう感じで報酬が増えると思うんですよね確かに言われたことをやっていくだけで給料が上がる時代っていうのはありましたけどもそれは過去の話でね今は言われたことをやってるだけでは不十分であって、えー、よりね3つの人種が問われてきていると思うんですよ1つは 言われたことがやれる人次は言われたこともできない人ね、こうなっちゃダメですよで、私たちが目指すのは三つ目です言われてもないんだけどもやるべきことができる人なんですよね、これですよ、うん、やっぱりね会社に勤めていてある特定の人に給料アップをするってことは全体として会社の利益が上がってるからその大元で あなたは会社の利益向上に貢献したからだからあなたの給料を上げましょうっていう風なお返しで給料が上がるんですよねだからね10年勤めたから20年勤めたからっていうことでお返しをもらう時代はもうね過去のものであって今はどちらかというと短い期間勤めて大きな成績を出す人が会社にとってありがたい人なんですよねそれこそ30年勤める人って会社にとってはあんまりありがたくないんですよね実は、えー、人を雇うのも経費がかかりますんでねそう考えたら 金属20年30年っていうのは昔そういうのが優遇されていた時代はあったけども今はね社員の評価基準とか世の中のお金の基準というのも変わりましたんでね、うん、いつまでも高度経済成長その時の貨幣価値とか賃金価値とか社会的な相対価値っていうのを引きずってるままじゃあ厳しいのかなってとこですよね、まあ、そこに暗号通貨という全く新しい概念が入ってきているわけですから全く新しい評価基準と 行動結果っていうものを自ら作り出すってことをやらなければ暗号通貨の利益にはまあ合致していかないんだろうと思いますね。コツコツ真面目な人っていうのは確かに必要なんですけどもそういう人が大金を手にするわけじゃないんですよね。正確に言うとコツコツ真面目な上にイレギュラーなことができる人ですよね。このイレギュラーがいわゆる新しい時代を作っていきますから。だから過去正しいと思っていたことをずっとするだけではその過去正しいと思ったことが続くだけなんですよ。 でも今は過去になかったものをね始めることによってその延長線上の3年後5年後10年後の未来の変化の種を作れる人今日ねそういう人が求められてるんじゃないかなと思いますよねはいじゃあ暗号通貨の話から随分ねオーバーなことを言ってるような気がしますんでこの辺で退散しましょうそれではいってらっしゃい